はい、皆さんこんばんは、キースです。ではアルネの事件簿ですね、第3部解決編続きからやっていきます。よろしくお願いします。いきましょう。さあ、前回はアルネがね、もう歯に分かっちゃったということで、みんなを集めてこいということでね、吸血鬼として蘇ったリンちゃんに命令したということで、じゃあみんなを呼びに行きましょうか。ちょっと話しかけようかな。全員集め終わったら俺を呼びに来い。わかりましたと。じゃあリンちゃん行きますか。はい。みんなどこにいんのかな。そうです。今不安がっている時ではありません。私は私、それは変わらない。後悔したり悩んだりするのはこの事件を解決した後でいい。それよりも今は、この事件をアルネ様と解決します。そのために私は吸血鬼になったんですから。というわけで、みんなはどこにいるんでしょうか。とりあえず食堂に行ってみましょう。オッケー。ディアナさんとかはまだカイサーと一緒にいるのかな。カイサー多分アルネ様がボコったから動けないんじゃないかな。まあ、ナハーツエラーだけど、正確に言えば、ボコったのは。まだ皆さん戻ってきていないみたいですね。あ、でも、羊のゴードンさんいるよ。あ、ゴードンさんはいます。まずはゴードンさんに話を聞いてみましょう。ゴードン。あれ、死んだの、みんな知らないのかな。一回死んだんだけど、リンちゃん。誰か一人は知ってるのかな。殺した奴がいるんだもんね、リンちゃんを。この中に。おや、どうされましたか。おっと、驚いてない？どう？でも、隠すのうまそうだからね。心を。ゴードンさん。ポーカーフェイス。さあ見ましたよ。怖いんだよね、顔がこれね。うん。笑顔見せる真面目な羊。ゴードンさん。まだ皆さんは戻ってきていないんですね。そうですね。しかしもうそろそろ呼び戻そうかと思っております。おう。それなら私が皆さんを呼んできますよ。そうですか。では。あ、でも一人で行動するのはあんま殺される？いくら私が吸血鬼だとはいえ、また襲われたくはありません。誰かと一緒に行動した方がいいのかもしれませんね。じゃあゴードン一緒に行く？やっぱりゴードンさんも一緒に来てくれませんか？私だけだと全員来てくれるかどうか。わかりました。ご一緒させていただきます。これゴードンが犯人だったらどうすんの？やられるぜ。ちなみに他のみんながどこにいるか知ってますか？ベルントとハインツは玄関で口論をしていましたが、またか。仲悪くなってるからね。その後ハインツだけキッチンへと戻っていきました。エリーゼはまだ部屋にいるんじゃないでしょうか。マジか。ディアナは見ていませんが、お嬢様が知っているのでは。あーってことはやっぱカイさんと一緒にあの部屋いるんだな。そうですね、まだ客間にいると思います。ちょっと私が話したいこともあるので、2階の待機室に皆さんを集めたいのですが。お嬢様がそちらの方を望まれるのであれば構いませんよ。では皆さんを呼びに行きましょう。さあ、ゴードンが仲間になったということで行きましょうか。リンが誰かと一緒にいるときは調べると固有の反応があるものがあります。事件とは全く関係がありませんが、その人物のことを少しだけ知ることができるかもしれません。じゃあ今ゴードンさんといるから、ゴードンさんのことがちょっとわかんのか。どんな反応するのかな、ゴードンさん。この部屋の植木に水やりをすることで、羊のゴードンの朝が始まる。へぇー。毎朝屋敷全部の草花にお水をあげるのって大変じゃないですか？いえいえ、心を込めて育てたら、それに応えてくれるのが草花です。あ、そういう心を持ってるんだ。じゃあ、犯人じゃねえな。うん。植物大事にするやつはね、犯人じゃないよな。うん。私の子供のようなものですよ。そうなんですね。あ、じゃあ、ゴードンは犯人から外れたということで。キッチン行ってみるか。ハインツさんいるかな。ハインツー。あ、いたいた。ハインツさーん。ハインツさーん。あれ？ん？姉ちゃんどうしたの？さあ、ハインツかもしれないよ、リンちゃんを襲ったのは。わかんない。また、みんなで話したいことがあるので、2階の待機室に来てくれませんか？でもベルントと顔を合わせたくなくてさ。次はあのようなことにならないよう、私がしっかりと止めますよ。ゴードンさんがそう言うなら、まあ、いっか。次はどうなるかわからないからね。ああ、料理に関してはサイコパスだからね、ハインツさん。ありがとうございます。リンちゃんも大変だね。頑張ってね。はい。ハインツは2階待機室へと移動した。お、ハインツさんも素直に言ってくれたね。ハインツさんを説得できたのはゴードンさんのおかげですね。そうだな。ありがとう、ゴードン。他の人を呼ぶときも誰かに手伝ってもらった方がいいかもしれません。全然来てくれない。一人、誰も来てくれないの、一人だと。寂しい。ハインツのように説得できた人物を呼び出せるようになりました。呼び出せる？A キーまたは左上の画像をクリックすることで人物を呼び出し画面を表示します。へえ。
他の人物と協力しながら残りの使用人を2階待機室へと集めましょう。はい。やってみようかな、じゃあこれ。あ、これ、来るの？はい、呼べるの？あ、でも一人だけなんだ、呼べるの。マジか。みんなで行けないんだ。パーティー組めないのか。硬くなってしまったパンが置いてある。このパンまだ食べられるんですか？ああ、それはベルント用の偽物だよ。よくできてるだろ。なんで盗むから？ベルントさんよ？つまみ食いに来たベルントをこれで、叩く。狂気じゃねえか。叩く。いやいや、だいぶ切れてんな。これは犯人かもしれん。リンちゃんもパンで叩かれたかもしれん。外に出る必要はありませんね。そうね。中には犬がいるもんな。怖いもんな。さあ、ここも調べられる。なんだこれ。このお花はハイチさんが飾ってくれてるんですよね。食事をする環境も大切だからね。あ、花を愛する人なら、ハイチは犯人から外れるわ。わかった。僕の料理が美味しいのは当然だけど、さらに美味しく食べてもらいたいからさ。いろいろ考えてくれてるんですね。まあ、気休め程度にもなってないけどね。そんなことないですよ。じゃあ、ハインツさんと一緒に行ったら来てくれる人誰だ？ベルンドかな？あ、ベルンド。おや。どうしたんですか？このクズの僕に何か用事ですか？完全に開き直ってやがる。見た目は真面目なんだけどね。結構ね、ガチクズなんだよな。完全に拗ねちゃってます。どうしようこいつ。またみんなで話したいことがあるので、2階の待機室に来てくれませんか？でもちょっとハインさん連れてきたからやばいんだな。自分は無視して話した方がきっとスムーズに進みますよ。めんどくせえ。そんな子供みたいなこと言ってないんでさっさと来なよ。あっと来たぞ。リンちゃんが困ってるだろ。あ？お前がいるから嫌なんだよ。ハインさんが一緒の時にベルントさんの説得が無理そうです。やっぱり。ベルントさんがお願いを聞いてくれそうな子が一人いたよな。そうだ。エリーゼとエリーゼ。好きなんだよね。ハインさん。じゃなくて、ベレントは、エリーゼのことが。わかりました、また来ます。アインズがいる限り、自分は絶対に行きませんからね。じゃあベレントさんは誰が来たら行くんだ？あ、わかった。エリーゼのとこに行ったらアインズさん来るんじゃない？なんだかんだ。お、エリーゼどうした？またクマと話してんのか？聞いてくださいでございます、ハンバーグ。ゴーノさんの怒り方、えげつなかったでございます。また言ってんのか？あれはもはやデーモンでございます。きっとそうでござりまする。大丈夫ですか？お嬢様どうしたでございますか？ちょっと集まってください。みんなに話したいことがあるので2階の待機室に来てほしいのですが。ゴードさんもいるでございますよね。顔合わせる勇気が今は空っぽでございます。心折れてんじゃねえか。よかった、ゴードン連れてこなくて。そうですよね。でもそこをなんとか。そういえばお菓子があったから2階に集まった人に出しちゃおうかな。お、ええぞ、ハインツ。そんなでございます。エリーゼちゃんが来ないなら、君の分まで誰かが食べちゃうかもね。お菓子に釣られんの、お前。子供か？でも、天秤、天秤が、ゴードンとお菓子の天秤が。きっと美味しいんだろうな。めったに手に入らないらしいし、うまいね、あんた。お菓子買ったし。ドーナツだった。わかったでございます。行きますです。単純だな、こいつ。あ、そうですか。よかったです。ちょろ。エリザは2階待機室と移動した。こんなちょろかったら犯人じゃねえかもな、こいつは。よし、これで、じゃあエリーゼを呼び出せばいいんだ。よし、エリーゼ呼び出して、行くぞ、閉じ込めと。これで、ベルントのとこに行けば、エリーゼのこと好きだから言うこと聞くでしょ。好きなことのことなら何でも聞くでしょ。はい、来たよ。2階に行く気はありませんからね。完全攻めてるね。でもエリーゼがいるから。エリーゼ、ベルントさんを説得してみてくれませんか？くれますか？か。わあ、わかりましたでございます。やってみるですます。ベルントちゃん。一緒に2階の待機室へ行きましょうでございます。どうだ？エリーゼちゃん頬染めてるじゃねえか。いやー、ちょうど自分も2階行こうと思ってたんですよ。気が合いますね。こいつなんかある意味すげえな。ある意味尊敬するわ、こいつ。ははあ。ちょろすぎます。二人ともちょろいな。エリーゼもベルントも。ベルントは二階待機室と移動したと。あと誰だ？あとはディアナとカイさん。あの二人は多分ちょっとな、ちょっと厳しいんじゃない？なかなか難しそうだね。だって殴っ、ボコボコにして、見てたからね。ボコボコにしてるところ。どこにいるんだ？あいつらは。客間って言ってたよね。客間って二階かな？二階ですかね。
どこだっけ？ここお父さんの部屋か。ここ違うね。こっちかじゃ。あ、みんな集まってるね。どこだろうな。あ、ここだ。100万。やっぱり私一人だけで行った方が良さそうです。うん。アルネ様のこともありますし、他の人がいるとややこしくなりそうです。ちょっとアルネ様のことをなんとかね、しないとね。でも実際にガチでボコったからな。入れ替わってるとかわかんないもんな、他の人には。夢出しメニューに一人になるが追加されましたと。よし、じゃあここで一人になるか。仕方ね。よし、オンリーね。じゃあ、あと分かれて、一人になっていきましょうか。聞いてくれるかな、話。ディアナ、私です。少し話をしたいのですが。お嬢様、何でしょうか？やっぱ怒ってるわ。今皆さんに大吉に集まってもらってまして、ディアナとカイさんにも来てもらえたらと。行きません。めんどくせえ。だってカイさんをあんな目に遭わせたあの男もいるんですよね。あれ、ナハツエラーなんすよ。そんな人がいるところに行くわけがありません。それは、アルネ様のことを説明しても信じてくれるわけがありません。というか、アルネ様がカイさんにひどいことをした事実は変わりません。一体どうすれば？わかりました。また来ますね。どうすればいいんだ？何度来られたところで私たちは行きませんから。かたくなだな。あの二人を呼ぶためには、アルネ様の印象をどうにかする必要があります。無理じゃないですか。そうだよね。そんな、すぐ変わんないでしょ。というか、皆さん、わがまますぎませんか？今気づいた？もう一層無理やり。確かに。私はなんてこと、吸血鬼になったからね。これも吸血鬼になった影響でしょうか？結構もう強気になってるね。とにかく二人をどうにかしないといけません。アルネ様がものすごく謝った程度で、カイさんが許してくれるわけありませんし、まあ、ボコったからね。そもそもアルネ様がそんなことをする姿が全く想像できません。確かになんで俺がそんなことをって言いそうだよね。一度開き直ってカイさんを襲ったのは別人だと言ってみるとか。どうしようかな。もしかしていけるかもしれません。いけるか？アルネ様にあの力を使ってもらえば。あの力？なんだなんだ？リンの部屋にいるアルネと話そう。じゃあアルネ様のとこ戻りゃいいのね。オッケー。あの力ってなんだ？コウモリになるやつかな？なんだろうな。ちょっとアルネ様。無理です、ディアナとカイは。ちょっと。アルネ様がボコったからですよ。戻ったから連絡前です。結構時間がかかったな。それが、まだなんですよ。何か問題でもあったのか？まあ、アルネ様のせいですよ。アルネ様のせいで、問題ありありですよ。まあ、カッカクしかじかと。こういうことですよ。なるほど。アロニマシとメイドか。そうなんですよ。どうしようかと思いました。違うな、リンラインバイス。お前はすでに解決する方法を思いついているはずだ。あの力を使うって言ってたよね、アルネ様の。どの力？そうでなければ俺の元に戻ってくるわけがないよな。まあ、一応考えてはいるんですけど、なんだその微妙な返事は。できるかどうかわからないんですが、カイさんに、謝ってください。カイさんに謝ってください。断る。即答、やっぱり。なんでですか？庭師を痛めつけたのは俺じゃないからな、ややこしいな。いや、アルネ様ですからね。それに謝ったところで庭師が潤い許して部屋から出てくるとも思えん。それは確かに。だからその案は却下だ。まあ、謝ってくれるとは思っていませんでしたけどね。じゃあね、微笑んでください。カイさんに微笑んでください。やっぱ笑顔は大事だからね。はぁアルネ様が優しく褒めかけることで、あれ実は怖くないのかな作戦になるんです。ならねえよ。アホか連絡マイス。アホなのか？いやー、アホなのか。で、冗談はこれくらいにしといて。いや、本気だっただろ。冗談す。もういいじゃないですか。私が本当にアルネ様にお願いしたいのは、これだね。能力を使ってください。カイさんに。やった。カイさんに噂を流行らせるという能力を使ってほしいんです。あったね、そういう能力。それでそっか、リンちゃんが探偵だっていうことにしたんだよね。アルネ様が最初の噂を流行らせたとき、カイさんはこの屋敷にいなかったはずです。あ、じゃあカイさんにはまだ使ってないってことか。じゃあ使えるんだ。だからカイさんにはアルネ様の能力が使えるんです。おう、それは構わないが、どんな噂にするんだ？アルネ様は吸血鬼だった、そのまんまじゃねえか。双子だった、二重人格だった。二重人格って言ってもね、多分信じないよね。もう見た目はアルネ様だもん。ボコったのも。ナハツエラーだけど。じゃあ双子だったでいいんじゃない？双子だった。これ。これでしょ。
これなら物理的に解決できるわ。アルネ様は双子だという噂を流行らせましょう。合ってる？おう、それはどうしてだ？明かりがついていたとはいえ、夜の中庭です。そんなにはっきりと顔が見えていないと思うんですよ。その可能性は高いな。だから、双子の兄が、弟がしたことにできませんかね？双子の兄か弟がしたことにできませんかね？か。まあ、さすがに普通だったら無理があると思うんですが、アルネ様の能力は強力ですし、うまくごまかせる気がします。ふむ、臨内前市にしては、冴えているな。その噂はゼロから流行らせる必要があるものだ。お前を探偵だと思っている屋敷の住人には効果がない。だがもし庭師にも効果がなかった場合、あいつはずっと屋敷にいたことになるからな。あ、確かにね。アリバイ崩しになるな。メイドを迎えに再び屋敷にやってきたというのがうすらと判明するわけだ。本当ですね。なんだ、そこまで考えていなかったのか。いじゃないですか。結果としてそうなるんですから。とにかくお願いします。くく。お願いか。ということは俺に選ぶ権利があるのだな。え、ダメなんですか？ダメだ。と言ったらどうするんだ？それは困ります。選択を相手に委ねているようではまだまだ利用するとは言えないな。俺に能力を使えと命令すればいいのだ。道具のようにな。それが利用するということだろう。嫌です。無理やりだなんて趣味じゃありません。それに私だってしたくないことは絶対にしないと言いましたから。強いな。アルネ様が私の提案に納得したのであれば利用されてください。ち、わかったわかった。その噂を広げてやるよ。だがそれで庭師をごまかしたとして一緒にいるメイドはどうするんだ？ディアナはカエさんさえなんとかできれば大丈夫だと思います。そうなの？押せばなんとか。押しに弱いの、ディアナさんは。まあ屋敷の人間のことはお前がわかっているはずだからな。若干不安ではあるが。任せてください。仕方ない。さあ、噂を流行らせる能力で、エビリーバディーオールマイティー、変わってる。ノイテーター、久しぶり。いい加減やめろ。絶対に嫌です。おー、強いぞ。これは私が私であるという証拠でもあります。はあ、わけがわからん。すげえ生き生きしてんな、リンちゃん。とりあえず庭師のところへは俺も一緒に行くぞ。その方が話が早いだろ。いいんですか？メイドと庭師にはすでに会っているしな。それに最後には全員の前に姿を見せるつもりだった。名探偵とはそういうものだ。なるほど。ではどうぞ。何がどうぞなんだ？血吸いますよね。なんで？一度吸われてるわけですし、もう直接グイッと。一応試してみるか。何を？ちょっと、なんでまた採血なんですか？お前のテンションがキモい。なるほど、吸ってくれないのね。ひどいです。でもなるほど、味に変化がないな。え、吸血鬼になったのね。今更ではあるが、俺が子供の姿で会いに行こうが確実だとは思わなかったのか。確かにね。子供の方が、なんかまあ、双子の弟ですとか言えそうだもんね。それはありえません。だって物語に出てくる探偵はかっこよくてスタイリッシュですからね。そこかよ。行くぞ、アホ。アホって何ですか？いいコンビになってきたな。ということで、アルネ様が実は双子だったと。で、ボコったのは今いるアルネ様じゃなくて兄か弟とアルネ様のいう噂を広げたので、カイさんだけに。それをカイさんに言いに行けば、信用してくれるんじゃないかということですね。行きましょう。カイさん。この部屋です。くれぐれも変なことは言わないでくださいよ。問題ない。俺がやっていないと思わせればいいのだろう。そうですけど、最初はめちゃくちゃ警戒されるでしょうから、まあ、ボコったもんな。頑張りましょう。わかった、わかった。よし、気合い入れて、えい、えい、おう、元気だな。無視した。ちょっと待ってくださいよ。さあ、どうなるんでしょうか。どうもー。ボコった人でーす。邪魔するぞ。ビビるでしょ、これ。ちょっと、アルネ様、何勝手に入ってるんですか？あいつらが素直に入室を許可するわけないだろ。何しに来たんですか？私たちのことはほっといてください。来たぞ、ディアナ。おっとり天然メイド。全然今おっとりじゃないけど。ほら、この通りだ。
ディアナ、少しだけでいいんです。私たちの話を聞いてください。お断りします。出て行ってください。俺は誤解を解けに来たんだ。安心しろ。ひっ、ビビってんな。何が誤解なんですか。おい、そこで寝ている男。来るな。そんなに重症なのかな。カイさんね。動物が好きだから犯人じゃないかもしれないな。どうなんだ。お前を襲ったのは俺ではない。俺の双子の兄だ。苦しいな。そんなデタラメを。まあ、そういう反応ですよね、普通。ディアナ。お嬢様、あなたまで何を。大丈夫です。あのようなことは絶対に起こりませんから。私を信じてください。でも。よく見てみろ。お前を襲ったやつとは違うだろ。お前が双子だなんて。さあ、噂の能力は聞いてるのか、カイさんに。聞いたことがある。お、聞いてるってことは、じゃあ、あの時本当にいなかったんだね。カイさんは、屋敷に。カイさん。ディアナ、君は聞いたことないのかい？そんなことは一度も、まず初対面でしたし。その双子の兄は乱暴者でな、ほどほど困り果てていたのだ。お前も災難だったな。そうだったのか。確かに、そう言われてみると、お、いけるぞこれ。微妙に違う気が。そう。カイさんの方はなんとかなりました。あとはディアナです。どうすんのディアナ。押すんでしょ。さあ、押していくと、どうやって押すんだ。なんか来たミッション。ディアナの言葉をカイへ届けるな。どうすんの。大声出すの。わーわーつって。ん？メイドは吸血鬼の言葉を信じていないようだ。庭師へと質問をしようとしている。うん。クリック。しかしメイドの言葉が庭師に届かないように少女は大声で言葉を遮って、本当に大声で遮るのね。わかった。吹き出しが出てきたら、これクリックするのね。ミニゲームするなので失敗せずにクリアできると最後にジェシカからご褒美がもらえます。はい。わかりました。じゃあ、ディアナの言葉を封じましょう。はい！やめろ！大丈夫です！大丈夫です！間違いありません。問題ありません。だ、あぶね、心配しないでください。あぶね。よーし、あぶね、最後めっちゃ動いたな、お前。ほら、ディアナ、大丈夫ですよ。めちゃくちゃ強引じゃん。まあ、いいのか？本当に、この男の人は別人なんですね。うん、そうだと思う。ちょろいな、こいつら。カイさんがそういうのであれば、お。皆さんに集まってもらってるんですけど、二人も来てくれませんか？でも、二人のことは私が守ります。ラインバイス家の次期当主として、もうあんなひどい争いは起こさせません。お前たち二人が犯人でないのなら、堂々としていればいいものを、こそこそしているから怪しまれるのだ。今更なんですけど、あなたはどちら様ですか？そっか、誰も知らないよね。それも皆さんの前で、止められた。はぁ。何を当たり前のように吸血鬼で名乗ろうとしてるんですか？あ、吸血鬼って言おうとしたのね。ダメか。ダメですよ。ふむ、人前に出てしまうなら隠す必要もないと思ったのだが。何？説明は後でしますから、とりあえず逃がれたら生きていてくれますね。え？ね？はい、でも、押しに弱いな、本当に。カイさん、大丈夫ですか？もう大丈夫だよ。それにもうコソコソしたくないしね。あの人の言う通り、堂々としてればいいんだよ。わかりました。よし、これでみんな集まったんじゃない？では、私たちは先に待機していきますね。ありがとうございます。さあ、これで役者は全員揃った。あれ、まだ行かないの？さて、これで全員を集めることができた。これから最後の舞台へと向かうわけだが、それまで私とアレネ様の関係性を考えましょう。そっか、いきなり出てきたら怪しまれるもんね、アレネ様。誰ってなるよね。皆さんの前で、我こそは最強の吸血鬼、アレネ・ノインテーターであるぞ。とか言われても困ります。うん、中二病だね、完全に。ふむ、それではお前が決めるがいい。私が決めるんですか？こういう場合は、どのような関係性が適切なのか、俺に示してみろ。うん。ちなみに屋敷の人間に流行らせたリンラインバイスは名探偵だという噂だが、それにちなんだものだと噂は浮気できて都合がいいぞ。ほんほんほん、なるほど。じゃあ助手でいいじゃん、助手。じゃあ、恋人、探偵の師匠、探偵、恋人かな、じゃあ、恋人。恋人とかいかがでしょうか？なるほど、恋人か。リンバインバイスは、バインバイスじゃねえよ。リンラインバイスは夜な夜な男を連れ込んでいる。そういう噂を流行らせればいいのだな。
ダメでしょ。なんでですか。もう少し真面目に考えろ。全く前の噂と関係がないではないか。すいません。ボケました。すいません。それにゼロから生み出す噂を二度流行らせることはできないと言っただろう。すいませんね。ディアナとカイさんは見てたので思いついただけですよ。冗談というものを理解してください。無理を言うな。では真面目に、まあまあ、普通にある探偵の師匠じゃね？うん、探偵つながりだし。私の探偵の師匠というのはどうでしょうか？ふむ、悪くないな、オッケー。私に探偵のことを教えてくれた先生とか師匠とかそういう人がいても不自然ではありません。名探偵リンラインバイスには、大名探偵の師匠がいる。めっちゃ格上。ふむ、お前の噂に関連付けて流行らせることができそうだな。大名探偵とは言ってないけどな。大名探偵？お前が名探偵なのだ。ならば俺がさらにその上へ行くのは当然だろう。まあ、そうですけど。それにお前と同レベルだと思われたくはない。失礼な。それは言う必要ないのでは？何を言う？重要なことだろう。わかりました。アルネさんも私の探偵の師匠で大名探偵なんですね。では早速流行らせてやろう。便利だな、この能力。おぉ。かっこいい。エビーパーティー。さあ、これで準備は整った。行くぞ、リンライマイ遮られた。ちょっと、なんで邪魔するんですか。逆に問うが、なんで毎回待たないといけないんだ。さあ、いろいろありましたが。はい、行きましょう。おっと、集まってるね。ほら、やっぱりカイさんが犯人じゃないですか。すぐ揉めんな、お前ら集まったらもう。だから違うって説明してるんですよ。おとなしくしとけって言っただろ。やめなよ、ベルンと。君は口を開かない方がいいんじゃない？ベルンといい加減にしろ。あわ。何やってんだ、お前ら。ズームと愉快なことになっているじゃないか。来たぜ。大名探偵が。もう一人でさっさと行かないでください。お前の足の短さを俺のせいにするでない。身長の差です。お嬢様、この方は。俺のことを気にするなら、それよりもさっきの続きを見せてくれ。何？今から紹介しますから。なんでこんな挑発するの、アルネ様。アルネ様も慌ててどうするんですか。そんなつもりはなかったのだが、本当かな。ここに来て登場する新しい人間。人間じゃないけどね。わかりましたよ。きっと真犯人ですね。ベルント全く懲りてねえな、お前は。本当に黙ってた方がいいよ、ベルント。お前ほんと何なんだよ。一触即発じゃん。あ、アルネ様？まずは全員椅子に座って楽にするがいい。急に出てきたやつか。なんで仕切ってるんだよ。そうだよね。きちんと説明してもらわないと。あなたは一体誰なんでございますか？お嬢様、早く説明を。仕方ねえな。お。座れ。おお。ベルンととりあえず座ろうか。すげえ。オーラが違う。その方がいいかも。ただものじゃねえオーラをね、感じ取ったんですね、みんな。さあ、おとなしく座ったな。お初にお目にかかる。と言っておこうか。我の名はアルネだ。お、紳士だね。アルネさんでございますか。頭掴んでる。お前たちはこのリンラインバイスが名探偵だということは知っていると思うが、え、リンお嬢様が、あ、カイさんは知らないんだよね。いなかったからね、本当に。カイさんは知らないんですか。空前絶後の美少女名探偵。あのシャーロック・ホームズの生まれ変わり、めちゃくちゃ言うね。なんですよ、ハードル上げすぎ。そうなんだ、知らなかったよ、引いてるじゃねえか。そしてその名探偵、リンラインバイスを育てたのが、この我というわけだ。噂には聞いたことがあるだろ？まさか、空前絶後の大名探偵、あのシャーロック・ホームズの生まれ変わり、同じようなもん、これ言ってんな。シャーロック・ホームズが二人に生まれ変わってます。二人いたのかな？リンラインバイス一人では少しばかり苦が重いようでな。我がやってきたというわけだ。なるほど。この展開も小説で読んだことがあるぞ。こいつの引き出し小説しかねえ。さて、こうして全員がここに集まったのだが、
それがどういう意味か、わかるよな。旦那様を殺した犯人がわかったってことかい。その通りだ。一体誰が？ここからは犯人を炙り出す愉快な劇の始まりだ。さあ、招待。アルネ様、ノリノリですね。ちょっと芝居かかってるというか、わざとじゃない？でも、アルネ様が現れてから全員のが場の空気に飲まれています。やっぱわざとだよ。これが探偵としての振る舞い方なのかもしれません。勉強になるな。と言っても、やすやすと犯人を当ててもつまらない。女、ちょっとこっちへ来い。何人かいるけども、女性は。私でございますか？エリーゼか。我の目線の先にいる女はお前しかいないはずだが、女ではないのか？めちゃくちゃ女でございまする。男だったことはございませんでござる。言ってることがよくわからんが、とりあえずこっちへ来い。大丈夫だ、取って食いやしない。わかりましたでございます。お前めんどくさい喋り方だな。そこ突っ込みますか？そんなことございませんです。読みにくい。ズバッと言っちゃいました。みんな気遣ってたのに。私はどうして？まさかエリーズちゃんが犯人だなんて言うわけないよな。くそんなつまらぬことを我がするわけなかろう。よかった、エリーズちゃんは犯人じゃないんですね。そんなことは一言も言っていない。お、マジで？な。おい、ジージー。コードンさん。なんと無礼な。おっと、気分を害したか、詫びさせてもらおう。ところでこの場に探偵が二人いるわけだが、その時に起こり得るエンターテインメントとは一体何かわかるか？なんだよ。なんだ？互いの推理をぶつけ合う、いわゆる推理対決といったものでしょうか。なるほど、面白そう。その通りだ。リンラインバイスよ。はい。我は今からこのメイドが犯人だという推理をする。マジか？エリーザなのか？何を言ってるんですか？だからお前は全力でそれを止めるがいい。冗談ですよね。冗談ではない。互いに持っている情報は同じなんだ。不可能ではないだろう。そんな、どうして？その方が愉快だからだ。でも。このメイドは今、首吊り台の上に立っている。何を？何今のイメージは。本気なんですね。お前がこのメイドを助けられねば、我の推理が正しいことの証明となる。そしたらこのメイドが父親殺しの犯人だ。何か問題があるのか？なんで私がそんなことをしないといけないんですか？お前が名探偵なのだろ？私は別に。おっと、その先は言わない方がいいぞ。メイドの顔を見てみるがいい。お嬢様、私殺してないでございます。助けてください。エリーゼ。名探偵なんでございますから、大丈夫でござりますよね。これでエリーゼが犯人だったらビビるんだけど、これ。私は。前は一体我に何を望んだ？思い出してみろ、リンラインバイスよ。これから始まる舞台は一体何だ？なるほど、そういうことですか。エリーゼ、大丈夫です。だって私は。私はラインバイスキャラ通して名探偵ですよ。私に任せてください。お嬢様。リンラインバイスは危ないところだったな。本当です。舞台に上がり損ねるところでした。主役は私なんだと。これはアルネ様が用意した、私が主役の舞台なんです。主役が負けるようなシナリオは私は望んでいませんよ。さてどうだろうな。悲劇かもしれないぞ。もうすでに悲劇ですよ。これ以上は嫌です。それなら主役らしく振る舞ってみろ、リンラインバイスよ。やってやれ。私にふさわしい舞台かどうか、試してあげますよ、アルネ様。さあ、推理対決始まったね。リン VS アルネ。ということで、じゃあ今回はめちゃくちゃいいんで、とこなんですけど、このあたりで終わりたいと思います。多分次回で解決するのかな？では今回は、このあたりで終わります。ご視聴ありがとうございました。それでは、失礼いたします。